ペルソナシリーズペルソナに、ペルソナにはアトラスより発売されたプレイステーション用ゲームソフト。ペルソナシリーズの第2作目、ペルソナに罪と続編のペルソナに罰の二部作。ペルソナに罪は1999年6月24日にアトラスより発売されたプレイステーション用ゲームソフト。略称は罪。メインキャラクターのデザインは前作同様。 金子ズ馬だが、サブキャラクターのデザインは、添島茂樹が担当している。テーマソングは、瞳の、君のとなり。CM には、安藤のぞみが出演していた。海に面した大都市である、玉竜市が、舞台で、前作、女神ミイブンドクペルソナから3年後の物語となっており、前作のキャラクターや設定も登場するが、メインの登場人物やストーリーはほぼ一新されている。 難易度は前作から大きく引き下げられ、遊びやすくなっている。また、ムービーが前作に比べかなり微励になり、戦闘中だけでなく、一部のイベントでもボイスが入るようになった。さらにセリフがかなり多く、ミニイベントも多いのが特徴。ナチスドイツが登場する関係上、日本国外版は続編のペルソナにバのみ発売されており、 本作の日本国外版が発売されることはなかったが、2011年4月14日に、プレイステーションポータブルにて、オリジナル版の発売から約12年ぶりとなる、リメイク版が発売され、2011年9月21日に、海外版が発売された。セベックスキャンダルと呼ばれることになった、三陰町の事件より3年後、海に面した大都市である多摩粒では、とある噂が、 まことしやかに流れていた。スオ達也の通う七姉妹学園の交渉を見に、つけていると顔が崩れてしまう。自分の携帯電話から自分の携帯番号へかけると夢を叶えてくれるという怪人、ジョーカーが背後に現れる。さらには街に流れている根も葉もない噂が現実化してしまう。ジョーカー様と呼ばれる儀式を行ったことがきっかけで、 ジョーカーに深い恨みを抱かれていることを知った、スオウタツヤたちは、彼に恨まれる原因となった過去を思い出すために、ジョーカーから差し向けられる悪魔たちと戦っていく。前作では、単独キャラクターが、任意のコンタクトコマンドを選んで悪魔と交渉していたが、今作からはそれに加えて、複数キャラクターの掛け合いによる交渉が可能になった。戦闘システム、魔法系統が、 大幅に簡略化され、フォーメーションや悪魔合体、月齢が廃止された。複数の魔法を特定の順番で唱えることにより、より威力の強い魔法が使えるようになるという新要素も追加。また、いつでもセーブデータが保存できるようになり、ダンジョンも 3D 画面からクォータービューに変更されるなど、前作と比べてハードルがかなり低くなっている。 デビル様なソウルハッカーズの通常版に付属している体験版ディスク。多少のストーリーは省きながらも最初のボス戦までプレイできる。主要登場人物とペルソナの紹介を閲覧できる。なお、ベスト版及び PSP 版には付属していない。ペルソナにバは2000年6月29日にアトラスより発売されたプレイステーション用ゲームソフト。テーマソングは エリーシャ・ラバーンの、チェンジ・ユア・ウェイ。略称は、バツ。ペルソナに罪のエンディング語を描いた続編であり、世界観やシステムを、ほぼ継承している。シナリオは一本堂ではあるが、ゲーム中盤で流した噂によって、途中加入するメンバーと、行き先、シナリオの一部などが変化する。前作では、メインキャラクターが高校生を中心に構成されて、いたのに対し、 本作では社会人を中心に構成されている。2000年12月22日に海外版が発売され、2012年5月17日にプレイステーションポータブルにてオリジナル版の発売から約12年ぶりとなるリメイク版が発売されたが、海外ではリメイク版が発売されていない。玉流市内では街に流れている根も葉もない噂が現実化してしまうという、 不可思議な現象が起こっていた。キスメット出版発行のティーンズ向け情報誌、クーレストの編集記者である、アマノマヤは、七姉妹学園の取材中に、殺人事件に遭遇し、自分の携帯電話から、自分の携帯番号へかけて呼び出し、気に入らない人物を殺してくれるという怪人、ジョーカーから命を狙われていることを知る。たまたまその場に居合わせて事件に巻き込まれた親友の、 セリザはウララと刑事のスオカツヤ、ジョーカーの正体を知っているという登場バスターパオフーと共に、ジョーカーの行方を追いかけていく。基本的には、前作、ペルソナに罪のシステムを継承しているが、今作はそれらをより発展させた形となっている。悪魔との交渉も、単独交渉から、複数キャラクターによる掛け合いに重点が置かれ、選んだキャラクターの順番や参加メンバーによって、 コンタクトの種類や掛け合いの内容も様々に変化する。ペルソナ2のようとも言える噂システムもゲーム中盤のシナリオと加入メンバーが変化する、マンサーチャー等のミニゲームができるようになる、噂の結果にランダム性が追加される、等様々なバリエーションが追加された。また、2週目以降しか発生しない変異ペルソナが存在するなど、周回要素が追加された。また、 特定の条件をクリアすれば、エクストラダンジョンがプレイできる。ペルソナニバツの通常版、およびデラックス版に付属している、ファンディスク。コンテンツが、テレビ番組風の作りになっており、たまりゅのテレビ番組という設定で、ペルソナニのアニメムービー、開発者である、岡田孝師、金子和馬へのインタビュー、前作、女神イブンロクペルソナの紹介、ブラウン、上杉秀彦と、 クロス・ジュンコが司会をしているトーク番組、天気予報、占いなど、様々な番組が閲覧できる。なお、ベスト版及び PSP 版には付属していない。ペルソナに罪ロストメモリーズは、ペルソナに罪の携帯アプリ版。NTT ドコモ用の i アプリとして2007年10月1日から配信開始。ソフトバンク用の S アプリとしては、同年11月1日から、 配信開始。KDDI の au 用の EG アプリとしては、同年12月12日から配信開始。噂システムや、ペルソナシステム、オートバトルや、合体魔法など、ペルソナ2の特徴的なシステムを、携帯電話上に再現しつつ、シナリオはオリジナルとなっている。プレイヤーキャラクターは、タツヤ、エリサ、マヤ、アツシの5人。 ペルソナニ×インフィニティマスクはペルソナニ×の携帯アプリ版。NTT ドコモ用の i アプリとして2008年9月8日から通常版、ワイド版ともに配信開始。ソフトバンク用の S アプリとしては同年11月4日から配信開始。KDDI の au 用の EG アプリとしては2009年2月12日から配信開始。 2007年10月1日から配信を開始した、ペルソナに罪ロストメモリーズと同様にシステムを携帯電話上に再現しつつ、シナリオはオリジナルとなっており、時間枠は、ペルソナに罰本編の後日談として設定されている。プレイヤーキャラクターは、マヤ、カツヤ、パオフー、ウララ、南城の5人。また、ワイド版として、横400縦240のワイド画面に対応した。 岸向けに画面サイズを調節し、音質を改良したバージョンも配信されている。ペルソナに罪とペルソナに罰を原案にし、月刊少年ジャンプに連載された完全、オリジナルストーリーの漫画版。作者は松枝直継。終映者ジャンプコミックスより、全3巻。2011年4月13日には、罪の PSP 版リメイクに合わせて、真相版も発行された。 舞台、世界観設定などは、ペルソナに罪及び、ペルソナに罰と共通しているが、別時間枠のオリジナルストーリーとして描かれている。そのため、登場人物は一新されている。ストーリー7姉妹学園の学園祭が近づき、クラスの出し物の準備に追われるカズミと里人。半ば無理やり物品の買い出しに出された二人がが、道すがら里人が映っている看板を見つけ、カズミは、 昔から二人で遊んでいたなと昔話を始める。お互いに親友だと言い合った次の瞬間、里人は目の前から姿を消していた。その日を境に里人は家にも戻らず、完全に行方不明になってしまう。かずみは手を尽くして捜索していたが一向に見つからず、途方に暮れていた。そんな時、女生徒たちが廃工場で里人らしき人物を見た。 という噂を聞き単身廃工場へ。やはり何もないか、と帰ろうとしたとき、異形の化け物に襲われてしまう。わけもわからず逃げまどうが、追い詰められたとき、自分の中から、地獄の縁魔山と自称する何かが出現し化け物を打ち払った。カズミは安堵と疲労からかその場で気絶してしまうが、その様子を隠れて見ていたのは、里人だった。そして、カズミは、 金色の蝶の夢を見る。登場人物用語単行本この記事は以下のカテゴリでも参照できます。ペルソナに罪に関する、カテゴリ、ペルソナに罰に関する、カテゴリ、ペルソナ財と罰に関するカテゴリ。ありがとうございます。